山形県の塩田養鯉場です。この作業をね、沼からコンクリート池の方にね、持っていく作業になります。もう一杯ぐらいかな。先ほどね、沼から上げてきた、昭和のね、昭和と紅白ね、3軒混ざってるとこなんですけども、そちらをね、これから潜水池の方にね、選別しながら移していきたいと思います。ちょっと濁っててね、見えないかな。昭和綺麗ですね、これ。はい、ここら辺のところね、ピックアップしてみましたね。まあ、ここからね、模様が変わったり色が変わったりね、いろいろすると思いますので、何回かね、選別を繰り返して、良いものだけがね、来年とか再来年ね、立てたりとかします。
まあ、こういうの白写りね、墨がねどっか固まってきたりとかしてね、模様は変わってくると思います。薄い墨がね後から上がってくる、まあ、2歳とかね3歳とか、買い込んでみないとねわからない品種ですよね。昭和も同じくちゃんとね買い込んでみないとねわからない品種ですね。まあこうやってオレンジ色の日も3歳とかになってくればね真っ赤な日になってきますので、こういうのがね、綺麗になりそうな一級品のね昭和かと思われます。これはね赤い昭和ですね。面割れしてるんで、まあ、将来ねどうなるかですけども、あとこういうのとかね、近隣の昭和もねいいのいますね。ただ昭和はやっぱり奇形が多くてね、口が曲がってたり尻尾が曲がってたりとかね、いろいろするやつがいますね。こっちが選別から跳ねたやつですね。まあ出っ歯立てとかね、まあここから模様も変わって良くなるものもね中には出てきますので、まあ これもねこういう風な模様のいいのがね何本かいますので、白写りとかねそういうのものを来年のね春に立ててみたいと思います。まあ跳ねたやつですけども、ここから良くなってくるものも何本かねいますのでね。はい、重い。いや、重いですね。先日もね、昭和とかの稚魚がね、沼揚げしてるんですけども、大正三色もね、だいぶ同じような大きさで、上がってきております。できませんけども、今年もね生産状況を大変よくできております。春になれば沼にね放流したりとかする作業もありますので、まあ、過去動画とかでもね、いろいろ楽しめますし、トウサイが、またね、2歳3歳と大きくなっていく過程も見ていけますので、皆さんねチャンネル登録していただきまして、次当チャンネルのほどよろしくお願いいたします。それではね、さようなら。